こんばんは。12月21日、しゃべくり松代269回です。12月というのに今日も雨模様で、本当に今年は暖かい12月です。もうあと10日ほどでお正月というのに、とてもそんな感じではない松代です。今日のゲストは、信州松代真田大博覧会2016の観光親善大使として、その小松姫としてこれからご活躍いただくお二人、牧野真由美さんと平田由衣さんです。どうぞお二人よろしくお願いいたします。今回の取り組みについてちょっとお話をさせていただきますが、実は NHK の来年の大河ドラマが真田丸ということになりました。真田丸というのは、真田幸村信繁が主人公なんですけれども、ここ松代は信繁のお兄さん信行が初代の江戸時代初代の殿様で、それから江戸時代10代続きました。松代にはその真田家のいろいろな武家屋敷等が残っていまして、これから大勢の方においでいただければという思っているところであります。そして長野市を挙げまして、信州松代真田大博覧会として、来年1年みんなで頑張ってお客様を迎えましょうという取り組みを今しております。その親善大使として、観光親善大使としてお二人が選ばれたんですけれども、これから PR に、ご尽力いただくわけですが、まずお二人自己紹介していただきましょうか。牧野さんからお願いします。はい、愛知県から来ました牧野真由美と申します。この6月から長野市の地域おこし協力隊として松代に赴任しました。よろしくお願いいたします。はい、平田さんお願いします。はい、私は松代の中学校の頃からこちらに住んでおります。松代のことについてはまだちょっと分かってないんですけど、これから頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。牧野さんは愛知県出身。はい、はい、今回小松姫ということでお二人選ばれました。まずお二人ということで、皆さん小松姫って一人じゃないのって思われる方もいるかもしれないのでお二人の理由を説明しますと、実はお二人ともお仕事を持っていらっしゃる。で、PR も平日もありますし、いろんな時がありますので、そんな時にご都合つく方、両方お二人の時もあるし、どちらかご都合つく方にというようなことを考えて、実は今回松代ではお二人選ばせていただきました。それで、小松姫なんですけど、はい、もともとご存知でしたか？いえ、知らなくてですね、今回10月に真田の10万石祭りを、はい、見て、はい、小松姫っているんだなっていうふうに思いまして、今回になったので、ちょっとこちらの本を見て勉強させていただきました。はい、そうですね、はい、小松姫についていろいろ書いてありますよね。でどんなふうに、どんなイメージですかね、小松姫って。小松姫すごい凛とした、はい、芯の通った女性だなっていう印象を受けました。はい、ご自分と比べていかがですか？どうでしょう頑張ります。でも牧野さんね、ご自分の生まれたところからこの松代という新しいっていうかね、初めところへ来てで飛び込んでこられたんだから、きっと小松姫みたいなんじゃないかなと。ありがとうございます。はい、実は小松姫、本田忠勝の、はい、娘 で、 そうです、ね、はい、愛知県の岡崎市出身ということで、はい、毎日から松代に、はい、来たお姫様ということで、はい、一応そのままではあるんですけど。あ、そうですね。ああ、そうでした。牧野さんも愛知県から松代へって、はい、そうですね、何かでも本当にご縁があるのかもしれない。はい、ね、ちょっとそれも感じていて、ですね、幼名っていうんですか、幼い時の名前が稲姫って言うんですけど、私田んぼ大好きで、これから田んぼもやろうと思ってるので。すごい素晴らしいですね。もう本当にそうですね、なんかつながりがあるかもしれないね。はい、平田さんは小松姫ご存知でしたか？ちょっと勉強してなかったんですけど、 でも、うん、
これ本物そうなんですね、はい、読ませていただいて、そうですね、はい、まあ、町路に住んでるからといってね、はい、町路の本当 の歴史の細かなところまでみんなが知ってるわけではないので、はい、まあ、この1年また町路に住んでる方たちにもいろいろね歴史も勉強してほしいなと思いますよね、はいはい、じゃあ小松姫に選ばれて最初に行った市長さんへの表敬訪問、はい、それはいつでしたかね、11月20日ですね、はいはい、市長さんも喜んでらしたんじゃないですか、はい、はい、はい、それから最初 の, 活動がというか町広でのお披露目が11月の23、24でしたね、はい、食の合戦、はい、そうですね、食の合戦もかつて2年ほど町広でやって、その後南長野運動公園行ってたんですけどね、ここで、また真田丸のこれがあるというので今年と来年はまた町広でやるということになってね、でそこでお二人をねまずお披露目があって、はい、で、まあ、大勢の方にそこで見ていただいたんですけど、緊張しました、緊張しましたそうですか、はい、いろいろ取材もあったんですよね、あの時も。そうなんですよ、ね、テレビの、そうです、そうですね、取材もあって、そうですね、緊張しました、はい、で、その後の何かも活動されてるんですか。はい、私の方が12月の10日に、東京の方に出張に行きまして、はい、大手の旅行会社さんにちょっと回って、はい、この真田大博覧会をちょっと PR させていただきます。あ、そうですか。どんな感触でしたかね、大手の旅行代理店さん。すごい好意的な感じで、これから頑張りたいと言っていただいたので、そうですね、はい、はい、じゃあ今の、ね、真田大博覧会についてもちょっとご説明したいと思います。実はとっても素晴らしいパンフレットが出てきているんですが、真田宝物館と、真田邸には特別展示が行われるんですよね。でそこで特別展示が行われていて、同じくその真田邸 の, ある部分と、それから文部学校などではいろいろな体験が、ね、できるようにということで計画されていますね。例えば真田生活体験という着物の着付けだとか、茶道ですとか、それから香道って知ってます？お香っていうのを嗅ぐんですよね。そういうこととかね、八橋流のお琴の体験とか、本当にいろんな体験ができるようにプログラムができています。それから、まあ、その他にその町路に残る、ね、いろいろな武家屋敷などを回って歩く町歩きガイドっていうね、そちらの方の取り組みもありますね。だから本当にこのたくさん企画されている内容をまずお二人にはもう本当にPR していただくというお役目ですけれどもね。今後もう決まっていることはありますか？はい、1月の10日なんですが、はい、真田丸のドラマがスタートするので、はい、それに合わせた PR イベントを長野の駅前で行います。駅前でね、あ、そうなんですね、はい、その他は？その他は、はい、1月15日に、はい、内覧会、この宝物館がリニューアルが17日にするので、そうですね、はい、内覧会と、はい、17日がオープニングイベントで2人で出席させていただきますので、はい、ぜひ皆さん行ってください。はい、そうですね。あ、そう。普段はね、普段はというか PR イベントの時にはね、実は着物をちゃんと着ていただいてるんですよね、はい、で今日はもう本当に私服のままおいでいただいてしまったんですけれどね、はい、でも本当に綺麗なお二人なので皆さんね、本当に、はい、それでじゃあね、これから、まあ、1年になるのか2年その後もなのかわからないんですけれども、どんなふうに PR をしていきたいと思いますか？はい、まずやっぱり自分たちがこの町のことをよく知って、その上でその松島の良さをやっぱりいろんな人に伝えていきたいなと思っているんですけど、うん、日本の方だけでなく外国の人も呼び込めるように今ちょっと英語も勉強させていただいているので、うんうん、頑張りたいと思っております、はい。確かにこの頃外国の方も増えてますよね、町もね。そうですね、ぜひね、町路も昔のね、いろんな体験って外国の方も喜ばれるので、大勢来ていただいていろんな体験していただければいいなと思うんですね。かつてね、ザルツブルグ
からインターネットでねお申し込みがあって、弓道の体験をしてくださったっていうことがあるんですよ。で、まあ、それはたまたまあの奥様は日本人だったんですけど、でこれご主人と日本へ行くんだけれども、ぜひ日本らしい体験をしたいと。それで今インターネットで見るといろんなことがわかるので、で弓道の体験が文部学校でできるというのを見てね、ぜひしたいって、そんな方も来てくださるんですね。で今回はもう本当に真田宝物館などでは特別展示もやってね、いろいろやっているので、でもう大勢の方に来ていただいて体験をしていただくというのが本当に嬉しいなと思うんですけれども、平田さんはいかがですか、どんな風に町を PR していきたい。はい、私は食べることが好きなので、そうですね、はい、はい、松代で、これから安蔵コアとかも、はいはい、PR 結構してるので、はい、それをメインに PR していければなと、はい、思っています。そうですね、はい、そうです。今安蔵コアを松代のいろいろなお店が取り組んでいてまし、いまして、で実は松代はね、東城、町のちょうど町の東の方にある山手の東城というところがあんずがたくさん植わっていて、で春はそのあんずの花見がね、お花がとっても綺麗なんですけれども、でそこで6月7月に収穫されたあんずを使って、このようにあんずコアをいくつかのお店が作ってますね、はい、でここでPR していこうということになってますね。でまあその他にもね、長芋もあるし、はい、うん、いろんなね、はい、松代のお料理ね、また PR してください、はい、確かにお客様も食べること、うん、それもとっても楽しみにしてるし、うん、ね、と思います。はい、あと一つ最後に、はいはい、言いたいんですけど、はい、実は小松姫の Facebook ページ立ち上がりまして、まだちょっと中身整備できてないんですけど、これからそちらも活用させていただいて、イベントと PR していきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんいいねをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします、はい、今本当にだからインターネットを使った PR とかっていうのは、まあこれもテレビも、はい、インターネットテレビなので、今日生で見ていただいている方は少ないかもしれない、ですけど、真田大博覧会のための小松姫が PR に選ばれたよって言って小松姫って入れたら出てきてね、でお二人のことを皆さん見てくださるかもしれないので、どんどん松代の PR をしていただければと、はい、平田さんもぜひもうちょっともう一言もう一言なんですかね、まあ、私はちょっと松代に住んでいるんですけど、松代のことをまだ全然分かっていないので、町に興味を持ってくれた皆さんと共に勉強していこうっていう気持ちで、これから1年間頑張っていこうと思います、はいはい、それとお二人は、はい、年も似たぐらいなんですよね、まあ、お年は言わなくていいんですけど、はい、年上です。はい、だからこういう若い方たちがね、町で頑張ってくださると、はい、私たちおばさんも頑張れます、はい、実はね、松代駅舎って長野電鉄がね廃線になっちゃって、はい、でそれであそこのところがもう旧駅舎が古いんですけれども、ぜひ大正時代の建物を残したいっていうようなご意見もあったりね、いろいろでせっかく残っているところだから、うん、あそこで観光案内しましょうってことにもなっているんですね。でそこも大勢のボランティアの人の力を借りて案内をするんですけれども、まあ、できたらそういうところへもお暇があったらぜひ顔を出していただいて。私行ったんですよ、駅舎、うん、すごいレトロで可愛いなと思ってそうなんです、すごい写真撮っちゃいました。そうですか。そしたらね、ぜひ小松姫の格好をして、はい、たまには来ていただいて、はい、うん、そこでお客様も迎えていただく、はい、それもいいかな。いいですね、桜の時期いいですよね。そう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 、あそこ綺麗です、うん、駅の近く松代城があって、はい、あそこ桜があるしね、うん、でもう松代の駅舎からすぐ真田宝物館とかあるんだけれども、ちょっと分かりにくいので、うん、あそこで案内をすることにしたんです、うん、だからお暇があったらぜひ小松姫になって、はい、あそこで観光案内をぜひね、はい、これからやっていただけたらなというふうに思います。
松代について学ぶっていうのはね、いろいろ教えてくださる人たくさん先生いますから、はい、お二人もこれからじゃあもうあの、1月17日までって言ったら本当に日にちがないけれども頑張って勉強して、はい、それで、大いに活躍していただきたいと思います、はい、お願いします。頑張ります。今日は松代の観光親善大使小松姫に選ばれました牧野真由美さんと平田由衣さんをゲストにお迎えしてお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。いや、よかったですね。小松姫、若いじゃないですか。そうですね。本来300何歳じゃないの。そうですね。こんなに若い、若い、お化け、じゃないな。はい、わかんない。はい、わかんない。はい、わかんない。そうですね。はい。ということで、はい。はい。松代、はい、長野市民新聞にも紹介していただきました。今回松代ロケ地を散策してほしいということで、長野コンベンションビュールですかね。そこでこういう信州松代120分の散策っていうのを作っていただきました。ここは観光センターに長野と松代街歩きセンターにありますんで、ぜひご利用ください。それから、はい、そうです。はい、お城共通会議とかね、いろいろやりましたけど、城お城を中心として、真田邸とかいろいろよくわかるように、パンフレットが新しくできてます。はい、またついでに食べ歩きのチケットもありますんで、これいくらかお安く、品物が買えるようになりますので、はい、お願いします。いいですね、はい、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。あとどこから行きますか。ここの休み、はい、年末年始の休みは、はい、年末年始の休みはですね、はい、街歩きセンターでは、ここはね、12月26日土曜日から1月3日日曜日まで、はい、休ませていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。いいですかね。はい、それでは来週の予定ですか。はい、来週の予定は、はい、第270回さべくり松代、12月28日ですけども、ゲストはおりませんって言っちゃいけないんだね。いねえですね。この松代テレビの作ってるみんなで、できるだけ多くの皆さんに、出席してもらって、はい、いろいろな、楽しかったこと、なんか問題あったこと、いろんなことを、話しながら、最後の松代テレビをやりたいと思います。最後の今年最後ね。今年最後と言ったような気がしたけど、言わなかった。はい、そういうことです。はい、パーソナリティ宮坂さんで、やりたいと思いますんで、よろしく。全員出席ですね。はい、全員、なるべく、はい、はい、はい、お願いします。はい、はい、ということで、それでは来週しゃべくりますけどね、はい、楽しみじゃないかな。じゃあお楽しみに、はい、我々で、まあ、楽しく、はい、我々でやるのにね、はい、手前見せといいじゃないですか。いいですかね。はい、来週のしゃべくりますけど、どうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。楽しみ。はい。